WWS チャンネルをご覧の皆さん、松井咲子です。前回が20代最後の妄想ということで、29歳、30歳になる前に撮ったものを写真集にしていただいたんですけれども、今回は30代になってから撮ったものということで、前回のファースト写真集咲子よりもこうぐっと大人な雰囲気になった写真を撮って表紙になりました。黒のランジェリー、もう大人というねものをすごい体現というか大人というイメージですけれども、なんかこの写真集自体も紫とかこう黒とか、ちょっとこうガラッと雰囲気を変えて今まで見せてなかったような姿を、はい、見ていただけたらなと思ってます。今回は伊豆で2日間、はい、撮影しました。あ、でも伊豆はよく家族でドライブに行ったりだとか旅行に行ったりするくらい、本当に子供の頃から馴染みのある場所なので、すごい大好きな場所の一つだったので、そんなところでこう撮影できたのはすごく嬉しかったですね。今回海で初めて撮影させていただいたんですけれども、まあ寒かったですね撮影時期が本当に真冬だったので、極寒で、でもこう水着で撮影していただくということで、本当海の中にいるのがあったかいぐらい水の中にいる方があったかいくらい結構寒い環境ではあったんですけれども、まあ、そんなこともわからないくらいなんかいい素敵に撮っていただいて、それを聞いた上でそういうプールサイドとか海とかの写真も見ていただきたいですし、なんか温泉のシーン、温泉で撮ってる場所、撮影ページもあるんですけれども、そこは本当に幸せそうな顔してます。あったかかったんでしょうねプライベートではほぼないです、プールに行くことが。やっぱり日焼けもそうですし、泳げないんですよ私なので、こうプライベートでプールに行くことはもうめったにないですね。だからもっと貴重な写真です。これはもう露天風呂でこれは撮りました。あったかくて幸せっていう顔がね、にじみ出てますし、なんかこう温泉での撮影ってなんか憧れの一つでもあったので、すごく楽しかったですね。コスプレをたくさんさせてもらっていて、こうバニーとかチャイナとか秘書とかこう今までしてこなかったようなコスプレをたくさんしているので、これは本当妄想の世界ならではかなという、もう現実世界ではしないような格好も妄想の世界だからこそできるということで、いろいろ楽しく撮影させていただきました。意外となくって、それこそハロウィンの時期に何かこうイベントとかでコスプレをするとかはあったんですけど、こんながっつりちゃんと衣装を着てっていうのは意外となかったので、これは見てくれる方の反応が気になります。ちょっとドキドキします。そうですね、なんかこう自分でもなんか知らなかった姿というか、あ、こんな表情するんだとか、こんな格好意外と大胆みたいなのが気づけたのが今回のこのデリュージョンでの自分だったので、やっぱりそれが20代と30代の変化なのかなとも思いつつ、でもこう見ていくと、あ、やっぱり咲子さんって変わらないなっていう風にもきっと思ってもらえるようなページもたくさんあると思うので、そうですね、多分昔から応援してくれてる方も、あ、こんな咲子さん見たことないって、多分13年とか14年とか応援していただいてても、それでもまだ見せたことない姿がたくさん詰まっていると思いますし、これを見て、あのテレビとかでピアノ弾いてる松井さんってこんな人なんだって思ってもらえるかもしれないという、なんかなんだろうな、本当いろんな私が詰まった一冊になってると思います。なんだろうな、やってみたいこと、挑戦してみたいことは、
語を勉強して、まあ、今勉強はしてるんですけれども、なんかこう世界でも、まあ、今やってる音楽とかを通じてなんかお仕事できたらいいなとは思います。海外進出って言ったらすごいなんかかっこいいですけど、そうですね、やっぱり、まあ、こういうね、あの撮影もさせてもらいましたけど、なんだろうな、まあ、普段こうピアノとかやらせていただいているので、なんか本当音楽に国境とかはないと思うので、なんかそれこそ好きな映画のなんか作品に携わるとか、あっちで何か、なんだろうな、音楽に携われたら、まあ、30代のうちとは言わず、もう50代60代になってもいいですけど、なんかそのためのなんか準備をしたいなと思います。7月21日発売のセカンド写真集デリュージョン、もうこちら、まあ、前回のサキコもう私すごく個人的には大満足だったんですけれども、今回さらにこれ超えてきたなと自分自身思っております。まだ皆さんには見せていないあんなサキコやこんなサキコが盛りだくさんですので、ぜひこの一冊見ていただいて、あ、サキコさんこんな格好するんだ、こんな表情するんだみたいな、いろんなねこう妄想しながら楽しんでいただければなと思います。ぜひご覧ください。